ミルウォーキーの病院にいるお母さんのお見舞いを2日後に控えて、スターリングは一つの悩みを持っていました。それはいない間のラスカルやカラスのポーたちの世話をハケットさんに断られたからでした。スターリングは親友のオスカーに家に泊まってくれるように頼みます。けれどもオスカーは、引き受けてもいいけれども家の手伝いも忙しいので頑固者の父が許してくれないだろうというのでした。次回、アライグマラスカル友情、お楽しみにね。